全連邦共産党ボリシェービッキは1991年11月8日にロシア及び旧ソビエト連邦諸国での活動を目的として結成され共産主義及びマルクス・レーニン主義志向の政党。ロシアではロシア内務省に対して政治団体の届けは行っていない。ソビエト連邦共産党ならびにロシア共和国共産党の解散後では初めての共産党である。 ある党員によると、全連邦共産党ボルシェビキはロシアで唯一の共産党とされる。また、同党ではこの党以外のものは、中世主義者であり、共産主義者ではないと信じられている。そして党を、社会主義と共産主義の構築を、主な任務とする志を同じくする、共産主義者の自発的な同盟である、農民と働く、知識人との同盟で行動する。 労働者階級の先駆者と定義している。さらにこの党には、全連邦ボリシェビキ青年軍という青年組織がある。1991年11月8日結成。初期長は結成以来、約29年間にわたりニーナ・アンドレイエワが2020年7月24日に死去するまで務め、以降は不明。アンドレイエワは1988年3月13日付の、 ソビエツカやロシア紙に、ペレストロイカ反対の論文、原則は譲れないを発表した人物として知られる。全連邦共産党ボリシェービッキは、アンドレイ・エワに代表される、旧ソ連共産党保守派、マルクス主義綱領派が母体であり、同じソ連共産党の系譜を引く、ロシア連邦共産党についても、修正主義者、改革主義者として批判し、 大統領選挙においてもロシア連邦共産党のゲンナジージュガーノフ委員長を支持しなかった。全連邦共産党ボリシェビキの発行する新聞全連邦共産党ボリシェビキは複数の新聞を発行している。その主なものは以下の通りである。党の青年組織には全ロシア青年親衛ボリシェビキがある。ありがとうございます。